ゆうせんさん、なんで続かないのかよくわかんないですね。まあ私ね、こう思うんですよ。続かないということもありますし、続くっていう言い方もあるんですけども、この続くっていう言い方の中にはね、消極的継続っていうのがあると思うんですよ。これはどういうことかっていうと、辞める決断ができなかったっていうことなんですよね。で、嫌な仕事が長い期間続いてしまうのは、辞める勇気とか辞める決断ができないことがずっとそのまま後回しになっているということなんですよ。要するに、なかなかね、自分の意思や勇気を使うことができずに、なんとなく40代50代になってしまったってことなんですよね。まあなんとなく40代50代になってしまうので、振り返った人生にそれほど大きなね、インパクトがなかったりするんじゃないかなと思うんですよ。それはね、まさに私が40歳までに過ごしてきた人生なんですよ。何かの挑戦にやっぱ逃げてきた。一生懸命勉強したわけでもないし、一生懸命スポーツに打ち込んだわけでもない。趣味といってもそれに没頭したわけでもないと、何もかも本当にね、家事程度で広く浅くやって、振り向いてみたら、あっという間に40歳が来てしまったと。自分を代表する言葉もしくはカテゴリーって何だろうと思った時に何もないんですよね。本当に何もないです。現在私はですね、ネットビジネスと一言で言ってもいいかと思います。久保哲郎の人生はネットビジネスにあったと言ってもいいと思います。これは主観的にも客観的にもです。でもこの私のネットビジネス人生って40から47、たった7年間なんですよ。で、それまでの40年間は何の人生か分かんないわけですよ。何の実績も出さなかった。挑戦から逃げていた。勇気を使ったこともなかった、ね、なるべくサボって、なるべく人の影に隠れて、で、人の影から人に石を投げて、分かったようなふりをして避けてきたわけなんですよね。消極的な人生でした。で、40過ぎてから私は積極的な人生に、多少ね、変わったと思います。それはですね、目の前にあるものは全部掴んでいこうと思ったわけなんですよ。特に自分が掴みたいものは必ず掴むというところまでやめないという決断ができるようになりましたね。ですから1億円欲しいなと思ったら1億円ができるまで挑戦することもできましたし、家庭持ちたいなと思ったら家庭を持つまで我慢したり工夫したりすることができたと思います。一番手間だったのは麻雀店を辞めるっていうことですよね。やっぱりね、愛着もありますし、従業員さんとかそれまで触れ合ったお客さんとかいらっしゃるんで、常連さんもいらっしゃるんで、別れがたかったですよ。2年間かかりましたね。ですから多分こんな気持ちなんでしょう。消極的な継続、決断ができなかったゆえに時間だけで過ぎてしまった。今日の動画のまとめになりますけども、私のね、考え方が間違えてたら申し訳ないんですけども、ネットビジネスをやりたいのに続かないっていう人、こういう人のほとんどはやっぱり半分で、反対側でですね、嫌な仕事を何十年もやってるっていう現実もあるはずなんですよ。でもこれはね、嫌な仕事が続いたんではなくて、辞められなくってなんとなくここまで来ちゃったというのが、真実なんじゃないかなと思うんですよね。いかがでしょうか。いってらっしゃい。